高校からですね、もともと陸上部に所属していたんですけど、足が悪くて、でも運動を続けたいという思いがあって、で体格のこともあったので、ボートならうまく自分の力を使えれるかなと思って、ボート部に所属しました。英語が好きで、でコナンの高校は英語に力を入れているということもあって、コナンにしようかなと思いました。すんごいきつい部活だなと一番に思いました。最初本当についていくのに必死でした。みんな本当に練習を頑張るこういう子たちいっぱいで、去年の代とはまた違った良さがあると思います。声を出して辛い時でもみんな辛いから、それを一緒に頑張ろうっていう思いがみんなにあると思います。生徒と一緒になってやってくれるというか、トレーニングを一緒にやってくれたり、本当に距離が近くていいなと思います。決勝進出を目指しています。